ではね、今からね、お尻を触っていきます。で、頭からね、こう神経が出てて、お尻の疲れをね、腰の疲れ、まあ腰痛、ぎっくり腰とかですね、とか、頭が間違えてしまうことって多いんですね。なのでね、お尻しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明したってことは、痛いよってことですから、頑張ってくださいね。はい、足曲げます。こうしますね、ここ。これがね、ぎっくり腰とか腰痛に効くやつ。からね、またね、お尻のね、痛い場所を押さえるわけですけども、ここのね、今押さえている場所っていうのが梨状筋という場所なんですね。大殿筋、中殿筋、小殿筋で、梨状筋っていう場所が大天使、まあ、あの大骨の骨の一番付け根のところに当たる場所ですね。ここ何が痛くなるかって言ったらね、やっぱ座ったりとか立ったりするときに確実に負担がかかる場所。あと対人関係ね、対人関係のストレスがここに出ちゃいます。なのでね、こいつを緩めてあげないと本当にね、凝りがね、なかなか取れないんですよね。だからね、ここはね、しつこくね、この角度わかりますか、この絶妙な角度、これで斜め45度ぐらいに内側の方向に入れてあげることで、筋肉をね、剥がしてね、押さえてるんですって。この足を曲げてあげることによって痛みがね、めちゃめちゃ増すんですよ。これがね、悶絶クオリティなんですけれども、このね、やられるとね、初めて受ける人はもう、ものすごく痛い、ものすごく痛いです。想像し、あなた今これ見ながらね、想像してる、斜め上行きます。だって皆さんね、うちね、予約するときで躊躇するっていうの、2回目3回目の人でも、2回目でね、やめちゃおうかなって考える人まあまあいますからね、参考にしてみてくださいね。緩んでいくとね、このね、筋肉がね、緩んでいくから痛さがどんどん出てくるんですよね。そうやってね、痛くなってだんだん気持ちよくなってきたかなって思うところぐらいで終わっちゃうのが悶絶整体なんですよね。細かいとこね、指で押さえていきますね。このね、場所はね、細かい場所、本当にね、お尻のキワキワのところの内側のところになるんですね。普通のね、なんていうのかな、マッサージ店だったら絶対触りにくい場所だし、触られたら嫌な場所。うちの店は痛くしてるから、全然、ね、セクハラみたいな感じには感じないんですけれども、ここの部分をね、細かいところをね、本当ね、大腿骨っていうね、骨のね、ま、本当僕の好きな穴の近くなんですけども、そこのね、細い筋肉があるんですけど、そこをね、しっかりと緩めてあげないと、この腰痛っていうのにね、しっかり効かないんですよ。ただね、ここってね、抑えられたくないところなんですけれども、ここを抑えとかないとすっきりしないっていうね、難しい箇所です。だからね、よくね、その話は置いといて、本当にね、このキワキワの場所、自分でご自身にされるので、ゴルフボールとか、僕がこの前紹介した骨盤職人だったっけ、あんなでね、細かいところを置いてね、ぐいぐい押さえてあげてください。ただね、でも自分でやるにはやっぱ難しい場所みたいです。いや、僕もやってみたけど、やっぱ難しかったです。反対側の骨盤になってきたわけですけど、やっぱりね、骨盤が痛がる箇所っていうのはね、ここの場所も痛いんですけれども、この本当はね、横側の方がよりね、痛みがきつくなることが多いんですね。なのでね、ここはそこに至るまでに絶対しなきゃいけない場所なんですね。というのも、解剖学的に筋肉って骨と骨の間にくっつくものが筋肉なんですね。まあ、だからね、そのね、骨側にくっついた場所っていうのは、専門用語っていうか解剖学用語で、筋肉の起死停止っていうんですけれども、そのね、くっついてる場所のピンポイントをね、ぐいぐい押さないと、効かないんですよ。だからこのしっかりこの真ん中の、際になるんですけども、その際のところを押さえてあげないと、マッサージ的とかの整体的にね、効かないんですよ。だからね、ただね、その際の部分っていうのは、このお尻に至ってはデリケートゾーンになるので、本当にね、触りにくいし、触られたくない場所になっちゃうんです。だからね、こういう風にね、的確な知識を持って的確に人を痛めつけることが得意なド S な人、
こういうね、悶絶整体みたいな人がここの場所を押さえないとやっぱりね、痛いって思いながら受けてるぐらいの方がちょうどいいみたいですね。痛めつけてくれるぐらいまで抑えてほしい人たちがうちの店に来るので、やっぱりね、ここまでね抑えなきゃいけないみたいなんですね。じゃないと他の店に来ますから、だってね、これだけ美味しい店だからこそ来るわけであって、この悶絶整体に。だからみんなね、叫んで、叫びながらギャーギャー言いながら来ます。2回目に来られない人っていうのは、ね、やっぱりね、覚悟が足らないというか痛みに負けちゃうんです。でもね、2回目3回目以上超えたらね、ずっと来る人はね、ずっと来るんですよ。来るなって言っても来るからね、そんな人間になってみてっていうか、そういう人間しか残ってないうちの店だからね、もう定期的な顔、あ、また来たの自分、え、また来たのっていう風な人しか来ないし、でしんどくなったらどうやらね、この YouTube 見るみたいだよ。だからみんな分かんない、俺考えてることが。整体道のぶです。昨日はね、ソファーで寝ちゃって、なんか鼻声になってるの、これ夏風邪だと思うんですけど、この動画ね、2日にかけてね、編集してってます。やっぱり編集ってね、時間かかるんですよね。で、まあ、この指のね、押さえる部分っていうのはね、やっぱ肘で押さえるところと指で押さえるところってね、入り方が違うんですね。なのでね、指でもね、しっかりとね、骨際をしっかり押さえておかないと、そのなんていうかな、後から腰痛がね、取れにくくなるので、やっぱ指と、肘とダブル攻撃にしていってます。で、また今はね、新しい押さえ方ね、横向きでね、もうえげつないってみんなに、もうやめて先生って、俺すら、正人先生やめてくださいっていう風に唱んだやり方を開発したんだけども、すんごいよく聞きます。なのでこれからね、動画を見てくる人ってね、本当に気をつけた方がいい、やばいですからね。では、こちら側を上にして寝ていただいてよろしいですか。はい。